踏み津寺は大阪市淀川区にある高野山真言宗の仏教寺院。天正19年奥付の富工寺演技によると、大化年間天軸より飛来した宝道1000人が晩州の北家山に住み真言宗を広げた。ある時、死雲に乗っている徳島に霊光あるを築き、そのあたりの木から阿弥陀仏を刻み、一羽を混流したのが踏み津寺の起源と伝える。 大化5年には、高徳天皇が、病気併用を起動させ、治療と直眼をお菓したという。また、四天皇持三系途中の美国が夢に、聖徳大使が現れ、鹿島に行くよう告げられ、訪れてみると、高校の仏車里を発見し、当時へ奉納したという。建永2年には、法年商人が土佐に入るされる途中、当時に泊まり、その夜、神崎の遊女に、 念仏の法話を聞かせたと伝える。甲具橋神社に参詣した、執権、北条時よりが大盆章を起信。延元元年には、足利高氏を追う楠の木正重が、神崎教場から不密寺の本尊に戦勝祈願、したと言われる。三好長慶も、願をかけ本陣にしており、三合町慶山はこれにちなむ。豊臣秀吉も、主印地を起信。慶長年肝臓実印が最高。 現在の本堂は昭和58年の新築。ありがとうございます。